ユキ、今どこ？遊び？バケの、この練習しろよ。練習しろよ、練習。もう試合決めたらよ。来たよ、みんな待ってるから。無理？無理じゃないよ。どこ行ったの？遠いところ遠いじゃないよ。もう試合決めバケろな。な？頑張ろうよ。練習しろよ。頼もうよ。最悪なお前はバケロ。はいはいはい。いいよ。はいはい。わかった。はい。一応もう来ないでってさ。まあ今日はちょっと無理ですけど。まあ痛いよ。やばいよ。ね。すいません。はあ。まいたよ。こんにちは。今日は来るつもりじゃなかった。いや、ちょっと正直筋肉痛がひどいから。筋肉痛がひどくてちょっとあんま行きたくない。今日はちょっと休もうかと思ってた。すいません、今慌ててきた。あ、そう、悩みで悩みました。悩んで、ちょっととりあえずじゃあジムに行きますか。はい、やっと来ました。はい、安心しました。わざわざ横浜まで来たんで。怒られますねこれ。きついっすよ、練習。はい、じゃあ来ました。来たの？バケロ。どこ来たの？お疲れ様でした。どこ行ったの？はい、やられた。今日はキャンセル。さっちゃん。はい、さっちゃん。はい、誰？はい、はい、はい、さくらちゃん。ゆきちゃん、はい、どっち？はい、はい、負けろ。でもいい練習、センス、いい練習と、さっき言ったのはなんか特別と、でも練習は生き物から、言ってもすぐできるから、いろんな技といろんな勉強してすぐ覚えてる。だから一番いい選手はもうなんか楽しい試合に、リングカルグにすごい緊張はないなんかみたいな、もうなんか楽しい、なんか遊んで、いつもいいよ、いいよ、いいよ。だからいい試合もいい試合ならもうスタミナないねんでもタイトルの時に取ってもう3ラウンドもう2ポイント負けでもう逆転できるのはすごいですしな。練習あればな、僕はもうタイルミニともうシャンベンも多分間違いないと思う。回ってますか？はい、一応回ってます。サボってるのは内緒ですよ。いつもテンション高いです。テンション高い。だから練習したくなくなる時があります。あのテンションについていくのが大変な時。これも内緒の話です。たまにあれやったやつも聞こえないふりして、知らないふりして。空気こう存在消したりします。見てない時声だけめっちゃ出してサンドバッグピッ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 。これも内緒です。